はい、こんにちは、ペソでございます。小生録ね、続きやっていきましょう。とりあえず彼入れまして、まだまだね、余力はありそうですね。なのでいけるから、よいしょ、これでいきましょう。ワイズミさんのね、舞台を、よいしょ、内容が難しいかな。ああ、吉影さんいる。来い。最地落としていきましょうか。毛利さんでちょっと厳しいかもしれないけどね。1回だけ成功したからよしとしましょう。これ誰だ？大内さんが亡くなってね、大内義長さんじゃなかったのね、引き継いだのが。
まあこんな感じかしらね。兵糧が少ないところ。おお、これはでも。ちょっと揃えとかないと。はあ、ああ回収ね。ああ、よくよくよく。うん、ではスキップしましょう。はい。あら、気がはいいや、はい、武将さんがいない、まず。
名古屋と浜松と川越か、珍しいね。名古屋まあ久しぶりですよね。ああ、カホがない。そうだね、ユーラさん二人移動させようか。あ、終わってる。どうしようかな。移動させてもいいんですけどね。全呼吸いけるようだったらもう勝頼さん、あー何してんの、何にも持ってきてない。
は、あれ、どこの兵士を見てんねや。そこに1個だけあんのか。これはしまったな、ミスってるな。これで背中つきましょう。ほい。この一勢は大きいから減らないしね。なくなった とりあえず片っ端から三好さん登場していきましょうか。まず正康さん、おらららら、嫌われてんのかな。これでどう？よしよしよし。よしよし、ちなみにケニオさんどこ行ったんだ。よいしょ。あれいない。
ね。まあいいか。まあ熊谷さん、あ届く届く、よし誰、トレーンかな。お、あった。まあまあですね。農業もできるし。あ、でも来ない。兵力どんなもんだ。ああ、9000までいるんだね。城塞地は落としたいところだけど、みんな使っちゃったからな。よいしょ。まあちょっとこんな感じでお時間がねだいぶ過ぎてますので、ここで、今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。